どうも、スリビストの熊岡です。今回も最新作のホラーゲームやっていきましょう。今回は待ちに待ったユーオニですね。製品版が発売開始になりました。おめでとうございます。製品版ではないデモ版ですね。大熊岡の方もやらせていただいたんですが、とても楽しみにしてました。早速やっていきましょうか。皆さん見えやすいにちょっと明るくしつつ、こんな感じかな。よし。じゃあ、オプション。まあ、ここら辺。はい。ということで、いろいろ設定しましたが、やっていきましょう。初めからです。難易度。まあ、一旦ノーマルでいいのかな。やっていきましょうか。どうなんだろう。この前、まあ、ストーリーいきましょうか。ツンって知ってる？町の外れに廃病院があるでしょ。ツンはあそこで死んじゃった子供の幽霊でさ、急に重い病気になって死んじゃったんだって。お見舞いに行くねって約束してた友達とも一回も会えずじまい。ほら、面会謝絶ってやつ。だからツンはそんなこと知らないからさ、ずーっと待ってるんだって。死んでからもずーっと友達が来るのをね。でも悪い幽霊じゃないんだ。一緒に遊ぶとお礼に願いを叶えてくれるんだ。ツンに会うには呼び出さなきゃいけないんだけど、めっちゃ簡単。ツンがいた1階の一番奥の病室でちょこっと儀式をするだけ。水の入ったバケツと人形を用意する。自分で人形を隠す。隠れて10数えたら人形のところに戻る。人形を水に沈める。成功するとツンが出てきてユーオニって遊びに誘ってくるから一緒に遊ぶだけ。もちろん儀式の間は誰にも見つかっちゃいけないし、もしユーオニに負けたら頭が狂ってずっとツンと遊ばなきゃいけなくなるんだ。だからって勝手に逃げ出すのは許さねえからな。噂の廃病院の中に忍び込んだみきおくんが窓から顔を出しながら付け加えた。ツンとか初めて聞いたわ。病院で中学生がおらんくなったとかは知っとるけど。サイちゃんがそう言ってガラスのない窓枠を一息に飛び越えた。僕も知ってる。夜になるとトイレから赤ちゃんたちの泣き声がするとか。窓際にいくつもの黒い影がずらっと並んでるとか。人影が屋上から道路の人をめがけて落ちてくるってのもあるよね。足をバタつかせて窓枠によじ登りながら、ヒロムくんが早口でまくし立てる。ねえ、アイちゃん、あそこに手届く？ユキナちゃんがため息まじにつぶやいた。窓の位置はちょっと高く、背の順で一番前のユキナちゃんでは到底届かない。私も手は届くけど、私の鈍い運動神経では登れる気がしない。ウダとユキナはこれを足場にしろよ。登れないだろう。窓枠を見上げてもじもじしていると、ジュンくんが近くに廃材を引きずってきてくれた。アイちゃん先に入って。ユキナスカートだから最後がいい。お気に入りの髪留めをいじるユキナちゃんに背中を押される。みんなを待たせるのは良くない。すでにジュンくんの体は半分病院の中だ。深呼吸をしてから台の上に乗り、廃病院の中を覗き込む。すごいいい雰囲気ですね。私たちが忍び込むのに使った窓は廊の突き当たりだった。薄暗い廊下には窓ガラスの破片や割れた蛍光灯がそのまま放置されてて、壁のコンクリートもあちこち崩れてる。扉が外れた病室の窓から夕日がまっすぐ差し込んでいて、置きっぱなしにされたボロボロのベッドがまるで誰かを待ってるみたいだった。どうしたの？後ろからユキナちゃんが声をかけてくれた。早くしろよ、ウダ。見つかっちまうだろ。今度は前から。ミキオくんがせかす。怖い。行きたくない。そう思っていても口は動いてくれない。ずっとこうだ。学校のこと話そうとすると声が出なくなってしまう。家族やお店の人とは喋れるのに、なぜか学校の人とだけ。病院にも行ったけど理由はわからなかった。ちらっと顔を上げてみんなの様子を伺う。みきおくんと目が合った。他のみんなも私を見ていた。私たちの町は市の中心まではバスと電車の乗り継ぎが必要で、学校のクラスは各学年1つか2つだけしかない。小さな町で仲間外れにされる怖さは小学生の私でも想像できる。特にみきおくんの家は町で一番古くからあって、とても偉いらしい。お祭りとかの決め事も全部みきおくんの家に話をしなきゃいけないって聞いた。もし目をつけられたりしたら、私に選ぶ権利はないんだ。遊んでもらってるんだから。私はもう一回深呼吸をして窓を乗り越えた。儀式は誰にも見つかっちゃいけないから、病室に入るのは一人。みきおくん、さえちゃん、ひろむくん、じゅんくん、ゆきなちゃん、順番に一人ずつ。結局誰もツンには会えなくて、最後に私の番が来た。きっとツンなんてただの噂。儀式をしても何も出てこない。
水を用意しながら自分で自分に言い聞かせる。でもちょっとだけ、ちょっとだけの不安が取れない。もし本当に出てきたら、病室は静かでほっこりっぽくて、廊下の向こうに本当にみんながいるのかもわからない。こんなところに一人で置き去りにされるのは嫌だ。というところで、ツン君っていうね、子どもの幽霊がいるんだけど、その子と遊ぶための儀式を今からしますね。早く終わらせよう。いけそうですね。これが水ですね。ここに人形を沈めるのか。あれ、前回コントローラーでやったかな。 C でしゃがむ。そうだね、前回コントローラーだった気がするわ。E と R の連打で長く息を止められると。 W と S、 これで中に入れると。で、ロッカーが入れるね。で、ここじゃなかったな。よいしょ。ん？ W か。これ開け方が独特なんだよね。よいしょ。ここにもロッカーがあって、ここに人形があるね。取ります。今は儀式の途中ですね。あとはバケツにこの人形を沈めれば終わり。あ、笑い声がちょっと聞こえたね。気のせいだよね。早く最初のところに戻ろう。誰か近づいてきてる。隠れなきゃ。ここ音は聞こえないんだけどな。入ります。息を止めると見つかりにくくなるよ。あれ？ ER だったよね。まあ出ちゃいました。見つからなかった。よかった。早く出よう。こんな儀式をね、早く終わらせたいんだね。水の入ったバケツへ戻る。こっちか。息を止めて。これでコントロールで、深呼吸。これで素早く回復できると。なるほどね。スペース AD。リーンができるんだね。リーンなんて使ってないな。人形を流しますか。もちろんです。さあ、この儀式が終わると、ツン君と遊鬼という遊びができるみたいなんですが、共働きの両親の祖父の4人暮らしをしている。夕方を過ぎ、両親が仕事から戻るまで、足が不自由な、ランジャ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 ン。日直当番のお手伝いで職員室から帰ると教室には誰もいなかった。ほっとした。昨日の儀式で結局ツンは出てこなかった。みんなからただの噂じゃんってからかわれて、ミキオ君は不満そうだし、意地を張ってもう一度やるぞって言い出したらどうしようって思ったから、ウダと遊んであげなきゃって気を使わせるのはお化けより怖い。私抜きでもみんなは楽しく遊べるんだから。家に帰ろう。誰もいない教室でランドセルに教科書を詰め込んだ。あ、アイちゃんだ。ふんわりとした声に振り返る。ユキナちゃんが小さく跳ねるように駆け寄ってきた。アイちゃん、ヒロム君知らない？授業が終わってから見ていない。首を左右に振ると、ユキナちゃんは唇に指を当てて、のんびりと首をかしげた。その横をこっそりと通り過ぎることはできなかった。手を握られ、引き止められる。そっか、じゃあ探しに行こう。ユキナちゃんが笑顔で私の手を引く。ヒロム君見つけたら、宮川商店でお菓子買って中央公園行って。あ、でも今お店やってないんだっけ？ユキナちゃんが首をかしげてこちらを見る。私は小さくうなずいた。知ってたら言ってよ、もう。そう言ってユキナちゃんは私の肩を叩いた。駄菓子屋さんが閉店しているのをユキナちゃんが忘れるはずがない。だって閉店をした時にユキナちゃんが一番残念そうだったから。きっと私を楽しませようと気を使ってくれているんだ。ごめんなさい。ユキナちゃんは親切にも仲良くしようとしてくれているのに、私は。先に教室を出たユキナちゃんについていく。みんな私と遊んで楽しいんだろうか。本当は迷惑なんじゃないだろうか。それとも私で遊ぶのが楽しいのだろうか。ため息が漏れた。その時、耳元で笑い声が聞こえた。突然目の前が眩しくなる。ぎゅっと目をつむり背けた顔の前に手をかざして光を遮る。なのに目の前は真っ赤なままだった。どうしてだろう。ゆっくり目を開いて顔を上げた。さっきまでとは段違いの真っ赤な夕焼けが
私を真正面から照らし出していた。かざした手のひらの裏まで真っ赤に染まっている。眩しさにくらんだ目が徐々に慣れて、ようやく血の気が引いた。さっきまで学校にいたはずなのに、自然と両手を重ね、指に結んだお守りを握りしめる。肩も膝も震えてる。まるで冷たい水の中に入れられた時みたいに。見たことのない部屋だった。畳の敷かれた小さな部屋。木でできた壁はカビが生えたりくすんでる。おばあちゃんの家よりも古そうだ。部屋の中に置かれたものはどれも埃をかぶっていて、長い間使われてないみたい。その中で背の低い綺麗な壺がある。壺の中には灰がいっぱいに詰められてて、炭がパチパチと燃えている。火鉢だ。昔話やテレビでしか見たことがない古いもの。怖いことに、すぐ目の前で火が燃えているのに少しも熱を感じなかった。喉からリコーダーを吹き間違えたような声、音が上がった。あはは、火だって。楽しそうに笑い声を上げてたのは痩せた男の子。男の子には目がなかった。口もなかった。代わりにぼんやりした3つの穴が私を見つめていた。ボロボロの服が揺れる。枯れ木みたいに細い膝にもっと細い手を置いて、私の顔を下から覗き込む。小学校低学年くらいだろうか。背は低い。お姉ちゃん遊ぼう。言うようにしよう。一番大きな穴の両端がクイッと釣り上がった。言うようにって、もしかして。そうだよ。彼は。ツンは空洞のそのままの口を引きつらせて楽しそうに笑う。私は声を出していないのに、先に人形を見つけて燃やしてた方が勝ちなの。真っ黒な人に見つかっちゃったらダメだよ。危ないから。知ってる？ツンの言葉には私は自分でも気づかないうちにうなずいてしまった。その意味に気づいた時にはすでにツンは楽しそうに手をたたいていた。じゃあ行くね。用意ドン。待って、と伸ばした手の先にもうツンの姿はなかった。ということで、こっからですね。本題はどうしよう。本当にツンが出てくるなんて。まあツンにその遊鬼という遊びをね、させられるんですけど、その遊鬼を今からしていくと。この火鉢に人形を終えたらエンドですね。こっから不思議な現象なんですよ。で、まあ最初はバタンと。最初はいいですね。スタミナもある程度。あ、いいっすか。ここは開かないんだね。で、トイレとか開かなかった気がするね。そうだね。さあ、この教室は鍵がかかっている。あれ、鍵あったっけ？忘れちゃったな。鍵。向こうの部屋か。すごい息切れるんだよね。あれ？あ、ちげえわ。教室の前にあったね、確か。すぐ忘れる。よいしょ。結構スタミナがね、大事になってくるので。よし、これだ。よいしょ。学校の鍵を拾った。鍵を開けまして、ここは教室ですね。ここなんかあったっけ？いや、特に何もなかったはず。よいしょ。で、ツンが言ってた黒い影。これに追われてしまうと、ダメなんですね。で、これは黒い影ではありませんね。こっからかな。さあ、行きましょう。暗いなぁ。ちょっともうちょっと上げるね。よし、これぐらいでいいかな、明るさ。確か黒い影がここにいたので、しゃがみながら。反応しないと思うんだけどな。よし、これで回避ですね。確かここで音をよく聞いている。息を潜め隠れなければ見つかってしまう。しゃがんでるときはさ、声を潜めたりできないんだ。とりあえず行こうか。ツンがね、出てくるんだけど、
まだ赤いのも出てきてないな。あ、いるな。足音がしますね。鍵を拾いましたと。で、ツンに見つかっても結構確か危なかったので。あ、いる。あ、行った行った行った。あ、こっち来たぞ。ツンはね、あ、行った行った。そうそう、ツンが来ちゃうんだよね。で、こっからだね。ビーンのかけら踏んじゃうと音が鳴っちゃうので、それだけ気をつけて。で、ここに黒い影がいる。そうそう、この記憶ね、高学年の男って言ってんので、ツンではないんだよね。多分ヒロム君なのかな。途中でローディングの時に出てきたヒロム君だと思うんだよな。瓶のかけら、ここにはないね。さて、ここにも黒い影、赤いところに黒い影がいるはず。ほんと瓶だけ気をつけないかんのは。いい夕日だ。そうですね、瓶。これが危ないチンなんで。これを回避。真っ赤すぎるだろ、この夕焼け。すごいよな。さすがにこれの夕焼けはねえわ。で、この子がな、ぶつか、あ、やばい。とりあえず大丈夫だ。来てはない。ここに瓶、あれ？瓶どっかにあった気がするんだけどな。完全記憶違いか。よっしゃ。ここかな。マジやべえやつが徘徊してるんだよね。あれ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 。あいつを回避するのに、俺ね、目が合えば音には反応しない。ただしガラスの割れる高い音はその限りではない。で、次の部屋まで行っちゃえば、セーブあるんだよね。なので、あるところからは、超ダッシュすれば多分、大丈夫だと思う。回っていくかな。ちょっと怪しいな。ちょっと完全に行くまでは。いいね、このハイドする感じ。で、向こう行って。いやー、ヒヤヒヤするね。緊張感あるよ。これさ、右行く？あれ、なんか前回と変わった気がするな。動き方が変わった気がする。
してます。一回間に合うかな。ここでセーブが入る。来た。いやこれね、2回じゃなかったらきついと思うんだよな。あ、ヒロムだ。これが多分高学年の男の子なんだろうね。さあ戦い方として合ってんのかどうか分かりませんが、とりあえず攻略法としてはちょっとクマかこれしか思い浮かばない。で、ユーオニの面白いのはね、前編後編みたいな感じであって、前編はこうやってステルス系なんだよね。息を潜めるって座りながらできないんだね。さあ、お父さんお母さんみんなに怒られてんのかな。さあ次行きましょう。ツンがね探してますね。徘徊者もいますね。これが何気に、よう道覚えてんな俺。でここに黒い影、教室なんですが、徘徊してる黒い影があって、これさ、これさ、息止めれないんだけど、あれ？あ、いるいるいる。なんでだ？まあいいか、とりあえず鍵が必要なので、あの子、徘徊者が、あれ？全然動かんぞ。動いてますね。よし、間に合うかな。こっちか。よし、危ね。なんとか行けましたね。あいつに騒がれると本体が来るので。これがおじいちゃん。おじいちゃんにまで言われちゃ、あ、やべえ、今見んの忘れた完全忘れてたわ。ここを飛び降りる影が現れるんですよ。これが一体誰なのかっていう、今おーって言ったのはそういうことです。その影というか、誰かが死んでしまう、自殺してしまう。で、まあデモ版でも話したんだけど、おそらくヒロム君なんじゃないかなってクモアカ自身は思ってます。あ、到着しましたね。人形を取ります。あいつらなんか死んじまえばいい。汚いし臭いし、一人じゃ何もできやしないのに偉そうに。死ぬって言ってたくせに全然死なない、嘘つきめ。しかも奴らの中じゃ僕が面倒を見ている分はなかったことになってる。苦労してるのは私だけ。私を見て、偉いでしょ、褒めてって。ふざけるな、お前も死ね。
これはおそらくですけど、ヒロムくんの文書で、全然知らないっていうのはおじいちゃんのこと、で面倒を見ているのはこのヒロムくんだと思うんだけど、だけど、お母さんとかお父さんとか、私偉いでしょって、私偉いんだからあなたはしっかりしなさいよみたいな怒られ方をさっきしてたんだよね。おそらく自殺したのはヒロムくんなんじゃないかなと思います。これは推測ね。私が怒られているみたい。とにかく人形を燃やさなきゃ。さあ、ここからです。化け物に捕まらないように身を隠しつつ急いで最初の部屋に戻ろう。黒い影、まあ最後に見るか。で、口答えをするなって言ってんのがお父さんなのかな。ここは完全無視でいいっすね。で、この黒いのに当たるとツンくんが来ます。ツンくんに捕まっちゃうんですね。遊んでっていうことで。なのでツンくんに捕まらないようになんとか逃げていくと。口答えをするな、だお父さんの声だよね。まあツンくんに捕まんなきゃよっぽど余裕です。あれ引っかかったな。よし、ちょっとスタミナ管理もしつつ、急にね出てくるんですよ、ツンクンゾーンが。さあ、ここですね。ここにもよいしょ。ユウオニっていうのはね、あ、引っかかるな。道さえ覚えていれば問題ないです。さあ、赤い部屋、ここね、ここだけ捕まる絶対。OK で、スタミナ回復してこっちかな。ツン君に捕まなきゃいいんだけどな。で、まあ踏んでもここは大丈夫。スタミナ管理して、で本体というか、あの最初に狙われてたやつっていうのはね、多分ねこの場面では出てこないんだと思うんだよね。来たね。黒い影も無視で大丈夫。まあこれ製品版とデモ版ほぼ変わんないね。よいしょ、こっちか。こいつ邪魔だな。で、こう暗くなってるってことは近づいてきてるってことなので、まあなるべく早めに逃げていくというのが大事ですね。あ、黒い影、雲が来てますね。ここがゴールなんだけど、こっち開いてんだ。あ、閉まるんかーい。黒い影見ようか。どんなやつが追ってきてんのかね。よし。これで、デボ版とほぼ同じです。これですね。よし。ゴール。ということで、人形を燃やします。はい。いや、なかなかスリリングな感じ。前半ステルス系、後半追われゲーということでね、完全はっきりとした構成になっててね、すごく面白いですよね。セーブしましたね。昨日さ、一緒に帰ろうって言ったのにさ、急にどこ行ったわけ。翌日教室に入るなりユキナちゃんに詰め寄られた。口調はふんわりとしているが顔は怒っている。説明したいけど口を動かしても声が出ないから小さく頭を下げる。ごめんねと言ったつもりで、謝る時くらい喋ればいいのに。ユキナちゃんが小さい声でこぼした。怒っている。もういい、何もできない私に小さくため息を吹きかけ、ユキナちゃんは言ってしまった。楽しそうにおしゃべりをしている友達たちのもとに、私は席につき吐き気を我慢した。
私だって喋りたいのに。目の奥が痛む。喉が震えた。でも声は出ない。どうして学校だと声が出なくなっちゃうんだろう。こっからはデモ版の続きなのかな。今日は土曜日。授業は3時間、午前中で終わり。本当ならもう帰ってお昼ご飯を食べているところだけど、私は職員室に呼び出されていた。じゃあ昨日の帰りはヒロムに会ってないんだな。先生の質問にうなずく。ヒロム君に何かあったんですか。きっと私がそう聞くことができても、理由は教えてくれないだろう。一人ずつ呼び出しているのはそういうことだ。先生の声は校庭から響く歓声にかき消されそうなくらい小さい。あれはミキオ君たちの声だ。欠席したヒロム君以外のいつものメンバーにクラスの数人を交えてもう一つのクラスとドッジボール対決をしている。遊ぶ約束しているのか。先生の声がした。窓の外を見ていたのに気づいたらしい。慌てて首を振る。私も気づいてないうちにちらっと見てしまっただけだ。引き止めて悪かったな。先生はちょっと笑ってそう言い続ける。次はミキオかサエのどっちかを呼んできてくれ。仲いいんだろう。あっさりそう言って先生は机に向き直ってしまった。あれ、扉を出ればすぐ廊下のはずなのに、目の前に見慣れた風景はなかった。夕日で真っ赤に染まった壁に畳の床、燃えてる炭の入った壺。昨日ついに出会ってしまった部屋だ。ごくり飲み込んだ唾が喉に引っかかる。見つけただって。咳込む私の背後からツンの声がした。お姉ちゃん言うようにしよう。どうして、昨日遊んだのに。友達だもん。知らないの。友達は一緒に遊ぶんだよ。私の心の言葉にツンが答える。僕のこと知ってる子はみんな友達だよ。友達だから人形を燃やしてあげるの。言う鬼はそういうのだから。誇らしげにツンは言う。私には何のことか分からなかった。それにそれ、ツンが指さしたのは私の指に結ばれた紐。新潟のおばあちゃんが私にくれたお手製のお守りだった。寂しくないようにって友達ができますようにって。それつけてる子は特別なお友達なんだよ。ツンはそこまで言うと小さく笑い、夕焼けに姿を消した。よーい、ドン。なるほどね。どんどん続いていくんだ。さえ。ツンと遊ぶのは一回だけじゃないの。もしかしてこのままずっとなんてこと。今は先に進まなきゃ。なるほどね。続きます。また人形を燃やします。ということで、まあ、今回デモ版までのところですが、製品版としてしっかり出ましたので、今回はここら辺で終わりたいと思います。いやー、いいですね。面白い。だし、ボリュームもありそうなので、ちょっと定期的にというか、定期的にじゃねえな。バンバン出していきます。はい、ということで今回はこの辺で終わります。もしよかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくどうぞ。あとは、コメントですね、たくさん送っていただけたら嬉しいです。くまくま目を通して、返信できたらと思いますのでね、お気軽に送ってください。ということで第1弾は終わりです。